安楽、低年俸の選手に5万円の恐喝をしていた。球団も調査中のハラスメントは多岐にわたるが、ナインによると安楽は投手会の役員という立場を悪用し、何かにつけて後輩選手から罰金を取り立てていたという。帽子を間違えて被ってきた、グローブを忘れた、洗面所にタオルを忘れた、ブルペンでゴミをゴミ箱にうまく捨てられなかったなどを見とがめると、すぐさま「はい5万円」などと金銭を要求。低年俸の若手らは「ほんと勘弁してほしい」と困り果てていたという。こうして集めた罰金の一部は29日に山形県内の大瀬宿で行われる予定だった投手農会の費用に充てられるはずだったが、今回の騒動を受けて急遽開催中止に。ある投手は連絡係を担う安楽が来なければ農会が不成立になるのは目に見えていた、お金も大丈夫ですかねと心配顔を浮かべた。なぜか農会が中止になった理由がはっきりしたな。ただのチンピラやんけ、完全に独裁者やん。若手5万って結構痛くないか。きついどころか死活問題だわ。次から次に出てくるな。そうですよね、正弘さん、高卒でそのままプロやから金銭感覚いかれてそう。中止になったのに積み立て金は返還されなそう。3700万で毎日のように若手呼び出しして遊び回るとか、いくら残ってんだよって思ってたけど、こういうからくりがあったとは。高齢と過ぎて草基準が田中クラスやろ。球界追放だけやなくて檻に輸送でええんちゃうか。